雪町は徳島県の南東部に位置した町。太平洋に面し平野部の少ない漁業の盛んな町である。海浮郡など山町の合併は白紙になったが、2006年3月31日に日和佐町と合併し、南町となった。海岸地形はリアス式海岸でその入り江に八集落が点在している。明治期にアメリカ船が島、清木で座礁した時には、 村民総出で救出し、それを聞いたアメリカ大統領から銀メダルや賞状250ドルを贈られたという逸話がある。特産品はアワビ、サザエ、イセエビなどの魚介類で、その加工品であるかまぼこなども知られる。徳島県の南東部に位置し、東北から南西に細長い形をしている。海岸線はリアス式海岸となっており、その入り江に、 各集落が点在している。平野部は少なく、町の背後はすぐ産地となっており陸の孤島といった、感がある。そのため道路交通の便は非常に悪く、一車線道路が大部分を占める。雪、引き地区が町の中心である。攻略費。昌平、港湾地震による津波犠牲者の供養費とされる。徳島県南町、東行ゆき。 物語では、権量像位中将これ森は、予想べえ、け石原べまると、竹里とうんとねり、この三人を召しぐして、忍びつつ、八島の立ちを入れ阿波黒雪の裏より、鳴門の沖を小際あたり、和歌の裏、吹上野浜、玉摩、津島明神、日の熊、国かかすの御前を過ぎて、義一の由らの港というところに来たまえり、 雲裏には、にわかに大山の、女なる死を超来て、在家1700よ境、ことごとく引き中に連手海底に沈しかば、家々に、所有の相続、男女、牛馬、経験、一無不暫定の木図と生に蹴り、とあり、これらに登場する雪の裏あるいは、雪港は、鎌倉時代から室町時代頃の雪の港町を指しているものと、考えられる。雪の港は、 東雪の大池一帯あたりと推定され、大池1000軒の伝承も残される。太平記の記述は、昭平16年、公安元年の昭平、公安地震津波により、1700軒も立ち並ぶ、雪港の町が津波にさらわれ、海底に沈んだことを示す記事であり、当時としては大きな港町であったことが伺われる。この津波災害の根拠とされているのが、雪町に現存する、 津波災害碑であるジョージ6年に地蔵村を掘ったとされるジョージの石踏み及び攻略2年に建立された攻略碑である。また、東ずきの南に位置する湯には安山岩で作られた九州型たい旅があり、当時、雪港は九州や土佐への中継拠点として栄えたことを伺わせる。また、攻略碑のある東ずきの大池から13世紀頃の 泉方がわら湾や海原通り宝から高層原、宝までの等層線が出土しており、交易が盛んであったと推定される。ありがとうございます。